さて、よし、来ました。うわ、まあ、懐かしい。夏いい。うわー、懐かしすぎるよ。こっちは多分あれだな、あのまだそうそう、何もどこも行かれへんやつな、まだ何もまだできんからな。ここって入れたっけ。はい、ああ、これあれか、ミスってる。なんかあの、そうそう、進むべき道を教えてくれみたいな話ね。ああ、よく来ました、マリオ。なんか迷ったらここで来たらいいみたいな。大丈夫です。のわりなボロいけど。うわ、うわ、うわ、ええ感じ、アレンジが。よいよ、兄ちゃん、かわいい姉ちゃんを連れているじゃねえか。偉そうなヒゲおやじだぜ。ちょっと顔を貸せよ。可愛い姉ちゃんの前で恥をかかせてやるぜ。可愛いいだなんて正直な人たちね。でもあんたたちみたいなタイプ、私大っ嫌いなの。さっさとどいてくれないかしら。ムキー、なんだと、ふざけやがって。こうならまとめて痛い目に合わせてやるぜ。来たー、来た、来ました。タラタタタタラタタ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 タ、来ました。あいつはね、そう、ジャンプじゃ倒せないよって。おい、何 Y ね、 OK。物知りね。ここ、アクロバット、これね。覚えてる、めっちゃ覚えてる。クリボーよ、ザコの中のザコ、キングオブザコ。失礼な話よね。 HP2、 やっぱりザコなのかしら。言われよう、アクロバット覚えてね。はい、いた。次、ほい、トゲクリボー、頭にトゲのついた帽子をかぶったクリボーってことね。 HP2 と、ほう、そう、これをやることで相手の体力が見えるなんですよ。これがないと体力見れないんで。ああ、ちゃんとね、面白いしていこうかなって。ふい、アタックリボー、ちょっと羨ましいかも。攻撃力低いね。 なるほどね、トゲがあったから火力が1個高いけど。オッケー、てったん、てれてったん、てれてったん。あ、一瞬。ひぃ。一緒すぎる。ふん、いい君。よいかね、マリオくん。この先にも、ああいう奴らがいっぱいおって君たちを見つけたら襲ってくるだろう。その時、フィールドにいる敵をジャンプやハンマーでうまく攻撃できれば、あ、先制攻撃ね。了解です。よっしゃ。これこっちは特に何もないから、ここ行くか。お、なるほどね、シュンって瞬間してくれんね。よし、次地下を降りますか。よいしょ。まあ序盤はとりあえずガン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 倒していきたいな。この辺はまあサラサラ
オッケー、眠る余裕があったかな今。眠る余裕かやったっけあれ。落とさんのかい。ほい。これすると、こいつ折れてきてくれるから。そうそうそう。実はね。いきなりハンマー殴れば。アクロバット意味ないけど。癖付け続ためにアクロバットやっとこうと思って。意外と癖つくし、これアクロバットめっちゃ気持ちいいな。はい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 。てかそもそもアイテム、ここのステージの、あ、マジブロックの説明会地下ですよと。ほい、よし、さすがにカットね、今のかな。多分カットしたはず。あ、いや、フラワー。さすがにカットでしょ。これは壊せん。あー、これ聞けばよかった。うわー、めっちゃめくれそう。これオリビアの手のやつでめくれるよ。あ、出ました。あー、しまった。あー、できへんかった。こいつ体力って 2?3 か。どっちでもいいけど。ヒンニアか、これハンニアと思ってた。体力3ね。これと聞くによう分からんよな。あー、無理か。オーケー、オーケー、完璧。あ、ここアクロバットか。さすがにちょっとここもな、覚えとかないと。はい、オーケー。タタタンタタタタン、マジでいいわ。マジで、あー、よし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 。でかすぎるな。あ、これ、来た。でかい黄色ブロック。ああ、ハンマーが、強いハンマーといきますよと。ほっ。トラララララン。あ、ちょっと違ったな。ちょっと曲変わってる気がする。で、拾います。あ、じゃ、トゥントゥルントゥルントゥルーも懐かしい。すべてが懐かしい。よし、来ました。この謎の、あ、聞けばよかった。お主、わしの声が聞こえるのか。ということは、お主は伝説の勇者だな。おお。わしの声が聞こえるものなど、伝説の勇者以外にありえないのだよ。実は、わしは昔、悪い魔物に呪いをかけられて、この箱に閉じ込められてしまったのだ。それ以来、ずっとわしは、ここで勇者がやってくるのを待っていたのだよ。ところで、お主、こんなところに何の用があって来たのだね。この箱にの言ってることが本当に信用できるか怪しいものだの。わしらがスターストーンを探しているということは、岩の方が今言ったぞ。しまったースターストーン、ほう。どうしましょうかね。鍵ね。グッド。どうぞ。なんてな。うわはははは。バカめ。ドゥドゥルドゥルドゥルドゥン。ドゥルル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 ル
おへいおへいもう全部笑っちゃう。まんまと騙されおったな。誰が お前らなんかを助けてやるもんか。それどころか今まで閉じ込められた恨みを晴らすためにお前に恐ろしい恐ろしい呪いかけてくれるわ。それは呪われろ。あ、紙飛行機になっちゃう。X でしょ。 Y やった。これ結構難かったですね、操作。こうふうちょっとこう上に上げるみたいな、上下上下にするみたいな。そうそう、こう下に下に下にやっていくっていう操作ね。B で戻れますよと。わかりました。ではさらばお前。おお、めっちゃ神。どこ行った。そう、俺はね、ここでめちゃくちゃ回った。まず、ちっちゃい頃の俺はこの紙飛行機の使い方が全く理解できずに、ここでまず俺は多分1週間ぐらいかかった。ちょ、早すぎね。下手下手下手すぎる。ちょ、もう一回上乗ろう。おいー、オッケー。さあ、ここだよね。うわー、懐かしい。うわー。うわー、あのバネあるところ。うわー。マリオくん、クルシチーヌくん、あれを見たまえ。あれが千年の扉か。実にすんばらしい。やはり伝説は本当だったのだ。さあ、もっと近くに行こう。うわー。うわー。なんかあったっけ？なんかあったような記憶あるな。なんかあったっけで。よいしょ。来るぞ。来た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 。先生、これは一体。来た。ちょっとビジムちゃう。ホワンホーンホワンホーンは？なんかあったくない？ホワンホーンホワンホーンみたいな。おお。おお、色ついてった。あー、なんか、これあれやった。ゲームキューブの時はね、ちゃんとね、3D やったんですよ、スターストーンが。あれがなんか変にリアリティやってんけどな。いやー、なんか、シールみたいにされたな。魔法の地図にスターストーン何かが書き記された。さらにマリオはスペシャル技、元気が使えるようになった。元気便利ですからね。ふんふん、ってなかったっけ。ふんふんのモーションね。先生、地図が、それにこれ。うむむ、どうやらスターストーンのありかに関する情報のようだの。そして今の輝き、魔力の体に不思議な力が宿ったようにも見えたが、とにかく一旦わしの家に戻って地図を調べてみることにしようぞ。おいえ、おいえ、ドル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 ド
ドラドラ平原。あ、そうなんや。おお、正面のイラストやはり、ほう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 、猫の BGM、 マジか。よし、よっしゃ、ドラドラ平原へ向かうぜ。何？スペシャル技。まあまあ、せっかくなら見ようぜ。せっかくなら見せようか。まあ、バトルはね、さっきちょこっとやったから。スペシャルぐらいは。でっ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 でトゥ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 回復するしますみたいなやつね。そうそうそう。で、空っぽになっても観客でね、これは折り紙キングと同じような要素ね。観客のいるいますみたいな。いきます。なんかどっかなアクションなかったっけこれ。ハンマー、ほい、観客は15人。いいやん、俺の普段の生放送よりか人来てきてるやんけ。あー、どこやったっけ、アクロバットどこやったかな。アピールしても OK ですよ。危ない、名前が、もう別に名前出るけど、やりました、ガツ殴り。これはもうね、折り紙キングでもあったからね、同じような感じで。いや、ガツ殴り強いからね、いい、大丈夫です、大丈夫です。間違えた。おい、今セットした、セットしてるね。これどうしよっか、いやもうこれいっか、別に。あ、何これ何これ、知らない。ビンゴチャンスは知ってるね。バトル達人これが多分今回の新要素なんですよね。
まあまあまあ、アクロコアットしてるんで大丈夫です。よっしゃ。よし、それじゃあ、ドラドラ、ヘイヤイだけ、向かいますか。はい。こっち。これ回復したっけ？回復してる。調べる。ふっ！ゲスト痛いやんけ。あー出たー。ドゥ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 、出ました。まあ、まあまあ最初のボスですね。最初のボスです。これがゲッソー。いて、壊したのかい。うん、了解。じゃあチェンジ。ゲストで体力10だったっけ。12か。巨大なイカのゲストよ。いやぬる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 系苦手やと。こういうの1なんや。そんな強くないねんな。足が3。まあまあ、ゲソゲソ、おいこら、ゲソゲソゲソゲゲゲソ。ゲソソゲソゲゲソゲゲゲソ。思ってへん。何その会話。お、え、ゼロ。あ、攻撃力いっちゃうからか。余裕やん。骨なくなったんじゃなかったっけ。ちゃうか。ほっ、あ、いい外れ。あ、いたか。じゃん、アクションはね。あー、使いたかった今。あっ、来たー、行くぜ。ガツ殴りや。これー、はいー。全然くれへんし。全然くれへんかったけど。いや無理、見落ちでけん。全然わからん。はい、ガツ殴り。おいめっちゃ覚えてるわ。じゃあ、あとはじゃマリオにじゃ任せましょうか。ほい、うわあ、タイミング。え、めっちゃ消えてくる。クリアボーナス、いいね。よっしゃ、オッケー。ゲッソ。おおおお。あ、やあ、懐かしい。やあ、ほほほほ。あ、懐かしすぎる。出た、この相変わらずここ終わってんな。いや、ここやっぱ終わってるんですよ。やっぱり終わってる。この移動というか、マジでクソみたいな動きやからな。よし、それじゃあね、ここ入ったら先に進むのでね、いざいざドラドラ平原、レッツゴー。ステージ1、
マリオとお城とドラゴンと。出たこの曲。カメペラをさ、カメペラ欲しくなんだけど、これこれでこれやったらパンパパン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 パパパパン。おやべー、えぐー。うわ、めっちゃ神、あんな神やった、あんな折り紙やった。もっと折り紙じゃなかったけどな。うわ、懐かしいなこれ。ドラドラ平原。うわ、なんかめっちゃ懐かしいわ。うわ、もう全部懐かしいな。キノコ、これは目ついてたっけか。マジでね、えぐいわ、やばすぎる。うい、あ、ピンチでラッキー。ほう、パッチピンチ的ね。ちょっとこれ遅いな、これピンチでラッキー。はい、よし、これは何もなかったんか。これ何やったっけ。ああ、これあれか、これまだやな。よし、ああ、やらかしたあれ、こんだけやったっけ、ここって。もう一道あったような。あるね。そうそう、マリオ。うん。あ、オッケー。その話ね。あ、あれ、あれ、キノピオロ。あの、蝶々。そういうわけじゃない。あ、次は上がれそう。次で上がりますぜ。あ、なんか、変わってんな。なんか揺らすみたいな感じだった記憶なんだけど。ほら、やっぱ、ちょっと変わってる仕様が。ちょ、入られ。なんか、こっちになかったっけ、星のかけらなかったっけ。ないか。なんかこの奥に行くパターンで星のかけらかなんかが見つけれたパターンが俺覚えてんねんけど。こっちか、あ、ほらほらほら、あれ、こっちの方か、これね。ちゃんと覚えてんね。よっしゃ、先へと進むんやで。あ、出た。何が起こるかな、アイテムね。あれ、なんかわからんな。なんかあれ、こんだけやったっけ。来た。ドゥ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 ド
トゥ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 花花村トゥ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 これゴンババなんすよあいつはね。トゥ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 ほうほうほう、村長さんの家ね。この人がのこのこ、あ、そのまんま宿や、ちょっと宿入ろうか。次ランク上がる、ランクレベル上がるもんな。いいんちゃう、別に止まらんでも次上がるし。出た、ここめっちゃ走りにくかったんですよね。ああ走れた、歩きやすくなってる。怖えー、こいつ。あ、ごめんなさい。え、こいつの。ガチガチ。フラワーさん。これやっぱ、もう一個の技が。君は。こんばんは。ほう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 。誰一人帰ってこないと。セーブ。これはアイテムショップか。まあまあ別にいらんな。アイテムショップはいらんな。出た、ちっちゃいキノピオ。かわいい。ファミコンにハマってるんだ。スーパーマリオブラザーズ。かわいい。ゲームのことばっかり。かわいすぎるやろ。めっちゃハマ。めっちゃあれやん。マイチングマッチング、マッチングマチコ先生やろ。一体何者？ドンパン。あ、殴っちゃった。ごめんね。出た。ホワイト将軍。出た。夢も希望をなくしたボム兵。この村で静かに暮らしておる。すまぬが放っといてくれないか。ああ。ホワイト将軍。あ、そんな白い。白いボム兵って珍しいね。あ、出た。やばい部屋。あ、すげえ。こんなんね。ピーチの。次。またなんか気持ち悪いフラワーの人がある。大体仲いい人だよ、フラワーさんってな。君は？のこのことか、その辺はもう固定なんやな。はっ、なんか覚えてんな、この人たち。違う、花花村じゃなくて、三人組。旅行か。おお、ちゃんと声、可愛くなってる。ゴンババ。やばすぎるやろ、こいつら。ドラゴンや、言うてんの。お、普通の炎も効かない。ルイージファンクラブのメンバー。そんなんの。本番。逃げるタイプ。これは？あ、またこれバトルの人？バトルの人やん。これはもういいわ。なんだこれ。こんばんはの犠牲。サクジーさん。ノコタラのお父さんは昔ゴンババを倒しに行って
帰らんの亀になってまった。ゴンババ恐ろしいよな、マジで。お、残り、懐かしい、残り。あなた、マリオね。うんうん。とっても強いですって。ゴンババを倒すために、ノコ太郎もな。ノコリンちゃん、ガールフレンド。ノコ太郎。おい、ノコ太郎の話、まだ出てないぞ。いた。ノコ太郎いた。ノコ太郎。よう、ノコ太郎。お前そんな、お父様、お父様ので、あとは村長かな。確かここ、あれ、これこれ、そうそう、カメカメ葉っぱやったっけ、カメカメ葉っぱちゃんと覚えてるすごくね、ちゃんと覚えてる、カメカメ葉っぱちゃんと覚えてるわ。ん？なんじゃチミよ。さては泥棒じゃな。ラブラブスイートメモリーな写真だけは勘弁してくれ。めちゃ嫌がってる。なんでわかんねん。こんばんはが持ってんの。うん。もちろん。いや、やりますよ。もちろん。マニオ、出た、マニオ。マリオです。マニオくん。秘密の洞窟からいけると。太陽の鍵と月の鍵がいりますよ。すっとん取りで。から、マニオくん。そしてマニオという名前に覚えられたよっていうね。っていうところで、よいしょ。セーブだけしていきますわ。よし。村長さん、OK って言ってくれたんで開けます。お、出ました。ノコ太郎。パーカー着てる。ノコ太郎って言います。うん。ノコ太郎。あ、置いていくよ。